ありえないけど、ありえました。あのさ、犬人間って置いてない？コンビニの冷蔵庫を抜けると、そこは異世界だった。そんなバカな。うわ、たどり着いたのは、望んだものが何でも見つかる不思議なコンビニ。あなたはここの店員ですけど。あら、あなた。いやいや、どうした恵子、よかったら泊まりませんか、うちに。仕事は？脚本を書いてます、映画の。なんか面白い物語とか売ってないんですかね、コンビニで。映画の脚本って自分の理想を書くの、それとも現実を書くの？奇妙な三角関係の果てに待つのは喜劇か悲劇か。すごいじゃない脚本。私をどこかへ連れてってくれないかな。コンビニ発ちょっと異世界アドベンチャー。おかしな話だよ。コンビニエンスストーリー。